皆さんおはようございます、斉良平です。そして今回も、2日連続です、6月2日なので、2日間に分けてちょっと桜庭先生の特集でねちょっと来ていただいてますけども、桜庭剛先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。緊張するわ。なんだかんだ言いますけど緊張しますけども、まあ、こうやって緊張した後っていうのはですね、もう多分僕毎回そうなんですよ。桜庭先生と会った次の日もうメンタルがガクン下がるんですよね。なんでですか？そうですそうです。元気になります。元気で会う前が一番元気かも。桜庭先生に会えるっていう意味合いで考えてくると、やっぱ会いたい人に会うっていうところで考えてやっぱ緊張はしますけど、まだでもこの緊張は持っておかないといけないと思います。緊張はなくすと慣れが出るので、その中でもちょっと今日思ったのは、桜庭先生はメンタルがズドンって落ちる時もやっぱあるじゃないですか。ありますよね、はい、基本的に僕はネクラなんでもう常に落ちてますよね。なんか全然そんな風には感じないんですけど。いやだから僕はね、演技うまいんで、会ってて僕と笑ってる時とかも演技なんですか？いや演技というか嘘です。これも嘘なんですよね。まあ、そんな感じで言っていくと、桜庭先生がメンタル落ちた時に意識したりすることとかやってることって何かありますか？いやでもね、メンタル落ちるって普通に日常生活を送ってたら、はい、やっぱりいろんな人間関係に囲まれてますから、そうですね、絶対あるない人いないんですよ、うん、でも、もう本当にね、ありますよ、はい、それはもちろんありますけど、でもその時、まあ、いろんなことをしますね、うん、っていうかまずはやっぱり メンタルの部分ですよね、はい、やっぱその例えばこうなんか嫌なことを言われるとか、はいはい、嫌なことをされるとかあるじゃないですか、はい、でその時やっぱこうムカッとくるじゃないですか。でムカッとしてね、先生の場合こうあやめちゃったりとかするけども、でもさらっと恐ろしいこと言わこれ消されちゃうかもしれないこれ。はい、はい、でもさすがに僕はそんな小心者だからそういうことできないから、はい、できないから、はい、だから僕の場合はみんなは多分その目の前に繰り広げられてるその世界観があるじゃないですか、はいはい、もうこんな言われるとか、はい、こんなことされるとかあるけども、僕その瞬間やっぱ腹立つけど、でももうインストールされてるんですよね、うん、何をですか？その考え方というか、うん、そういうふうにするもう癖になってるんですよ。何が癖になってるかというと、普通は何か言われた、ムカつく、こいつ絶対許せないって思うじゃないですか。僕ももちろんその一瞬はそう思う、一瞬そう思うけども、僕はネクラなんですよ、うん、ネクラだから、あこれ結局全部エネルギーじゃないですか、はい、全部エネルギーだとして自分がこう受けたこうダメージあるじゃないですか、はい、うわマジこいつムカつくわっていうそのエネルギーが絶対に自分が投げかけたエネルギーが今来てるとしか思えないんですよ、うんうん、だから因果の法則じゃないですか、はい、今って結果じゃないですか、はい、でもそれに確実に自分がその原因の種をまいてしまっているので、その種がこれこんなエネルギー人に投げかけてきたんだなという考えになるんですよ。はいはい、だから結局そうやっていろんな繰り広げられるけども、その時は腹立つけども、あでもこれ自分がまいた種なんだよなって思って、あ今までこうやって人を傷つけてきたんだなって思うんですよ。だからそのメンタルその瞬間落ちるけど、ああでもこれ意味があるし、これ自分が蒔いた種だから仕方がないよなと思って、その後どうするかというと、その負のエネルギーをプラスに変えなきゃいけないので、はいはい、僕は絶対的に徳を積むっていう実践をするんですよ。例えて言うと、いやお金使うことですね。お金を使う、お金使う、そういう嫌なことを言われてちょっとメンタルが病んでる時にお金を使う、はい、いや一番僕の中で一番手っ取り早いですかね。わかります。ただそれは具体的にどんな感じで使っていくんですか？ああ もうすぐに誰かにプレゼントをアマゾンとかでパッて買って送りますね。僕まだもらったことないです。それはカラオケボックス送っちゃってるんですよ。ジンが食べちゃってるんですよ。ジン、え食ってんの？全部ジン食べてる。だってさっき開口一番、いつもありがとうございますって言われました。従業員だけで、うん、従業員だけで。あ、そう、はい、へえ、ね、そっかそっか、いいよ。この間もスイカ送りましたよ、こんなでかいの。皆さんでって、そうです、書いてますからちゃんと。わぁ絶対に絶対に忘れんけ、その絶対に覚えとくけの先生早く。あ、そうですそうです。で、あ、そうだからお金を使うんですね。
そうですね。だからそのなんかメンタル落ち続けるとか絶対ないんですよ。なんでかっていうと、結局宇宙に投げかけるものが何かっていうのが一番必要であって、落ちてたら落ちてる分のエネルギーがずっと宇宙に投げかけ続けてるじゃないですか。はい、放送結局受け取る、だって投げかけるものが受け取るものなんだから、ネガティブな感情でずっといたらネガティブな感情になることはまた降りかかってくるわけじゃないですか。一番損するの自分自身じゃないですか。うん、だからそういうすごいもったいないんですよ。そういうの嫌なんですよ。先生今さらっと結構すごい神髄のことをさらっと言ってますよね。本当にでも。いや僕はこれが僕の世界観なんです。宇宙に投げかけるっていう単語先生からよく聞くんですよ。はい、やっぱ聞いてて。そうですね。そこなんですよね。いや時間がもったいないですね。うん、だから結局ね、落ち込むのが好きな人いるし、へこむのが好きな人もいるけど、結局そのへこんだ状態とか落ち込んだ状態って宇宙にその感情をずっと投げかけ続けてるから、結局またそれを受け取らなきゃいけないじゃないですか。うん、だからここでいかに切り替えられるかってことに命をかけていかないともったいないんですよ、時間が。いや確かにもったいない。落ち込んでる時間がもったいないんですよね。うん、だからあと怒ったりとか、ふざけんなこの野郎っていうのも、もちろん僕人間だからあるけど、でもその感情を持ち続けて結局一番損するのは自分自身だって分かってるから、うん、そこでいかに切り替えるかっていうことにフォーカスをするんですよね。うん、だから僕ね、あの一回本当にあるんですけど、なんかよく車運転してると目の前のやつがなんか急ブレーキかけたとか割り込みしてくるとかいるじゃないですか。はい、その時一瞬めっちゃ腹立つじゃないですか。まあ、あります。で、一回あったんですよ。何年も10年以上前ですけど、運転してる時に急に割り込んできて、まあ、何こいつムカつくわと思うけど、またこれがね、運転下手くそなんですよ。また運転下手くそで、なんか全然どこなんでブレーキかけんのっていうところでブレーキかけたりするんですよ。めっちゃ腹立つじゃないですか。ムカつくわ、マジこいつマジめっちゃムカつくわみたいな相当ですね、それ、うん、相当ですね、ま、何なのこいつみたいな時にパッて見た時に、マラソンの先生だと思うんですよ。体育の授業の先生ですね。はいはいはい、ですね、体育の授業の先生がストップウォッチ持って測ってたんですよ。はい、この時気づいたんですよ。やべえ、今怒ってる時間ずっとストップウォッチで測られてると思ったんですよ。はいはい、怒ってる時のそれを、怒ってる時間だから、自分が怒り出した瞬間にストップウォッチではいスタートってなって、だ要するにこれいるんで、だって自分の機嫌が悪くなればなるほど運気が悪くなるっていう、はい、決まってるから、はい、だから結局薬病神っていうのはストップウォッチ持ってるんですよ。ストップウォッチ持ってて、あなたが怒り出した瞬間にずっと押すわけですよ。でここで耳元でささやくんですよ。3分経過、3分経過、5分経過、5分経過、今日は長いね、3日経過みたいな。で結局その感情を宇宙に投げかけ続けてるわけでしょそうです。そう、3日はまた起こる現象が降りかかってくるでしょ。でこれどっかで早くストップウォッチ止めないと人生は好転しないから、だから全部時間との戦いじゃないですか。人生ってタイムショックだから、はいはい、だからそういった意味でいかにこのストップウォッチを早く止めるかってことに命をかけていかなきゃいけないから、時間がもったいない。いや、これ面白いですよね。疫病神が僕がバッて機嫌悪かった瞬間からストップウォッチ入って押されてると。押されてる。でその3分経過、3分経過とか言われるから、で3分間結構、ね、怒ってる時間を投げかけるってことは、もう宇宙は律儀な倍返しだから、絶対6分起こる現象が降りかかってくるんですよ。宇宙は律儀な倍返しですよ、うん、これ半沢直樹でも言えないですよねこれすごいですよ、はい、そう考えたらもったい時間がもったいないんですよ。僕はやっぱ効率的に生きていきたいので、はい、もったいないですよ、その怒ってる時間とか、うんうん、すごいもったいない。だって測ってんだもん、あいつら。確かに確かに、そう考えるとちょっと冷静になれます。だってあいつらはもういかにして人間を不幸にしようかってことしか考えてないから、はい、もうあいつらのそのストップウォッチなんかもう早く止めたいじゃないですか、うん、ご機嫌なのも福の神様のストップウォッチあるんですかね。当たり前じゃないですか。そうか、だから笑ってるって言ってたんですよね、前も先生。全部だから僕は師匠に24時間笑えって言われたんですよ。なるほど、はい、それも倍返し。全部倍返しですね。だから僕は本当にその笑うようになってから本当に笑わせてもらうことが増えたので、やっぱ人体実験だから、はい、自分が実際本当にそうなって本当にそういう人生が来るのだろうかって人体実験をずっとこの17年間やり続けてきて、絶対間違いないって、もう初期の頃に気がつきましたよ、もう。うん、わかります。はい、だからね、やっぱり宇宙に投げかけるものが受け取るものだから、ね、まあ、怒りたい人は怒ればいいし、うん、だけどまた怒りたくなる現象が降りかかってくるわけだから、全部自分ね、一番損するの自分だし、うん、もったいないですよそんなの。で十数年間やってた結果今ネクラって言ったんですよね。だから基本ネクラなんですよ、はい、僕はこれ、ね、誰も信じないんだよね。信じられないと思いますけどみんなね、みんな僕のことね、もう明石家さんまだと勘違いしてるんですよみんな勘違い。でもね、僕と一緒に懇親会した人は大体わかりますよ。だって僕懇親会って僕もほぼほぼ喋んないですから。確かに、はい、静かだ。静かですよ。
だってジェントルマンだもん。それジェントルマンなんですか。静かだもん。静かにもうバーボン飲んでるから一人で。バーボン飲んでるのを見たことはないですけど、確かにとっても静かだなと思って。僕はだから暗いんですって僕は。それ暗いとはまた違くて聞き上手になりますもんね。聞き、どう、それは分からない。だからあんなにモテるんだと思って。聞き上手モテるんですか。聞き上手はモテます。圧倒的にモテると思います、うん、話すことが上手い人間よりかは聞き上手だと思うので。なまあだからね、サイ先生みたいにラブホテル経営してみたいですよ。財布の話ですね。あ、財布の話で。でもラブホテルってわけじゃないんですけども、うん、まあ、でも今の感情、今の名言すごい。ジンちゃんと覚えた今の名言。なんて言われたか。どこの部分ですか。うん、俺が今日名言って言った。はい、名言をもう一回言ってくださいちゃんと。復習ですこれ。わかる人いらっしゃいますか。今日坂本先生が言った名言で言われた方。宇宙は律儀な倍返し。これすごい言葉と思うよ。宇宙は律儀な倍返しということで、皆さんもね、あの感情っていうものに対しては、言われたら面白いなと思います。ストップウォッチで神様が横で測られてるんだって思った時に、冷静になることがやっぱ一つ重要なんだなって思った上で、宇宙は律儀な倍返しってことで、皆さんいいスタートを切っていただきたいなと思った上で、今日も桜庭先生に来ていただきましたってことで、今日も先生ガッツポーズいいですか。お、喜んで。なんか時々終わった後になんか桜庭先生が変な手の動きしてるっていうのか。いやいや、してないですよ。クレームのコメント。いやいや、ないですね。ないですよね。僕もこっち向いてるんで。はい、ないです、ね。一応、まだないと思いますけども、今日も元気よく皆さんを送らせていただこうと思います。はい、では、今日も皆さん、ガッツポーズで送らせていきますので、いきます。では、桜庭先生、また、せーのの掛け声よろしくお願いします。はい、せーの、おっしゃー。というわけで、今日も元気よくいってらっしゃい。気をつけて。